首相就任の頃のボガンダ・バルテレミー・ボガンダは、フランス領ウバンギシャリ、中央アフリカ共和国の政治家。カトリックのミッションスクールを卒業し聖職者の道を歩んでいたが、1946年にフランスの国民議会に選出される。1949年に、黒アフリカ社会進歩運動を作り、同党の党頭となる。同時期結成されたアフリカ民主連合には加盟せず、 独自路線を歩み続けた。1958年にウバンギシャリがフランス共同体内の自治共和国となると、ボガンダは首相に就任し、国名を中央アフリカ共和国へと変更し、親族で側近の元小学校長、ダビドダッコ内相や、医師のアベル軍馬増将を率いた。ボガンダは、フランスとの対決姿勢は取らなかったが、フランス領赤道アフリカにおいて、 最も積極的な連邦論者であり、各植民地の分離独立を主張するガボンのレオンムは、ラと対立した。ボガンダの連邦論は、赤道アフリカにとどまらず、ベルギー領コンゴや、ルワンダブルンジ、ポルトガル領アンゴラをも視野に入れたラテンアフリカ連邦、構想を提唱していた。1959年3月29日、ボガンダは、 西部のベルベラティの町から首都バンギへと飛行機で戻る。途中、飛行機が墜落し、独立を目前にして、この世を去った。現在の中央アフリカの国旗は、ボガンダによりデザインされており、50年以上、使われている。インディ・ジョーンズ、若き日の冒険では幼い頃の彼が登場している。ちなみに、バルテレミーという名前は、イザック・ド・バンコレが演じた。 同じ名前の軍曹から受け継いだことにされている。なお、後に大統領となる、ジャンベデル・ボカサワを意である。ありがとうございます。